すごいそうなんですか。あ、隣なんだ。殺傷事件。お父さん同士が刺したっていう。どうしてお母さんなんかそこどこにスカウトマンがいるか知ってて、リサーチしてるんですか。あとスカウトも2種類あって。2種類。スカウトにも種類がある。罰金制度は小学生年代でもある。監督は子供に、はい、お金って言うんですか。シュート1本入れたらなんぼとか、買ったらなんぼとか、ドイツはなんかそういう感じ。あ、じゃあ、が日本であった常識が、もういわゆる非常識なんだね。めっちゃ面白い。おまず入る前に必ずテスト受ける。そうそう、プロオベっていうのがあって、それ何ヶ月もかかったりする。へぇ、あ、一回だけじゃないんですか。一回だけじゃなくて、二ヶ月プロオベしました。ここは7ヶ月。これは7ヶ月間何をするんですか。どんなトレーニング。練習に参加します。練習参加して、とりあえず参加して参加して7ヶ月後にキープみたいな。あー、でチームに入れるか、それから決める。あ、じゃあその7ヶ月の間他のチームにも行ったりする。もちろん、もちろん受けて。子供第一優先なので、行き帰りの車の、一応距離が50キロ、うん、50キロ決まってるんですよ。子供は55キロ。長い間運転させちゃダメですね。この車の中に、はいはい、お母さんのこのストレスが全部子供に行くから、車の中での時間をあんまり取らさないっていうのがあるんで、最初はみんな絶対家から一番近いところに行けって言われるんですよ。親の面接もあるし、7ヶ月間来て、私も子供に対する接し方も似てるし、でスカウトの人たちも親が試合中にガイガイ言ったら出発で、結構スカウトのお友達もいるんですけど、スカウトの人たちがあの子どう思うって聞いてるんですよ。その時にあの子の両親どんな人って聞いてくるんです。お父さんお母さんがクレーマーだったりとかしたら、やっぱり入れない人が入れないとか。チームにスカウトの人が来て、いい子供をスカウトしていく。常に見に来たりとかして、まあ、いい子がいたら声かけてみたいな。詳しいお母さんの中、そこはどこにスカウトマンがいるか知ってて。お母さんたちもスカウトマンがどこにいるかっていうのをリサーチしてるんです。スカウトマンの車のナンバーを覚えて、あ、今日スカウトいるやんみたいな。あとスカウトも2種類あって。2種類あ、スカウトにも種類があるんですよ。1つ目の種類がユースブンデスリーガーのスカウト、下部組織の、あ、ブンデスの下部組織のスカウトがまず1種類。もう1つはドイツ代表を目指すのこのドイツ代表を目指すスカウトは、もしこの子がスカウトされたらどこのチームに行くんですか。トレセンみたいな。トレセンみたいなスカウト。スカウトの情報はどうやって仕入れるんですか。ほんまそれ聞きたい。意味がなくて、うん、あ、すいません、ありがとうございます。この日にあなたはいますかっていうふうにメールして、スカウトがいるときに子供を会いに行くとか。自分から連絡するんですか。スカウトマンに直接 LINE して、あなたいついますかって聞いて、で、その日に連れて行くみたいな。そう、あとスカウトからすぐに見に来るとか、全部親に言って。あ、親に。親がもうエージェントみたいな感じです。親がエージェント。のストレスで親で失敗する子が多いんですよ。そうなんですか。これは日本人に限らずドイツ人も、めちゃめちゃ言う。あ、ドイツ人のすごい。そうなんですか。お父さんもデッドで退場とかめちゃくちゃある。お父さんが、クリームは最近全然くちゃくちゃ。それすごい。めちゃくちゃ。あ、殺傷事件。お父さん同士が刺したって。サッカーで、うん、お父さん同士が喧嘩して、子供のサッカー観戦で殺傷事件。やば。あのファウルじゃないファウル。ああ。ライン出たり。それで。いや、でもなんかそれはもちろん悪いことだと思うんですけど、裏を返せばそれぐらいお父さんお母さんも熱いってことです。サッカーに対して子供たちの、やっぱ移民の人たちが稼いだろうみたいな、うん、子供でドイツ代表もほとんど移民なんで、うん、そうですよね。エジルとかもそんな感じですもんね。もう本当に欠けてるんですよ、子供に欠けて。うん、4部からそれだけで食べれるんですよね、うん、4部から4部から。ああ、昨日でも言ってましたらお金もらえる、うん、4部からもう生田かだけで食べていける。
かいって、はい、でもこっちはでもあなたの息子でしょって言って、うん、お母さんから、うん、まあ、女の子の方はお母さんが来て、はい、見てみくるのみんなお父さんが、お父さんが、うん、日本だったら首になっちゃう。お父さんがまずその時間に仕事終わってるっていうのは本当にレアなケースだから、僕のスクールでもそうなんですけど、だいたい送り迎えしてるのはお母さんだ、うん、で見てるのもお母さん、8割以上お父さん。そうです、お父さんも一応見に来る人はいるんですけど、やっぱり少ないんですよ。でもドイツではそれがお父さん、これもう普通なんですか、それとも子供のサッカー見るために仕事早く終わってるとかじゃなくて、それが多分代々代々そうやってるっていう、もうそもそもそれが、お母さん見たことない人いっぱいいる。お父さんは見たことあるけど、お母さん見たことない。お母さんの方が仲いい。これ全然違う。本当私たちが多分不思議ちゃんだと思う。私いつも来てるし、なんかお父さんいないのかな。逆に珍しく見られる。お父さんは。いや、仕事してる。僕家庭だと思われてる。お父さんは何してる？今の時間なんで。働いてるのでたりのびっくりします。旦那様はドイツにいるんです。別にいて、終わる時間は遅いんですか、やっぱり。でも日本人、これ日本人、日本の企業だから、日本企業だから、やっぱり結局ドイツにいても残業するんですか、うんうん、あ、でも全然早いと思います。あ、日本に比べると、それでも一応このドイツ人と比べると日本人は遅い。この罰金制度は小学生年代でもある、普通に。でも分かんない、トップのチームになったらあるんじゃないかな。のチームはそれがあるんですよね。じゃあ例えば遅刻した、空気入れてない、何かあるんですか、ユニフォーム忘れたとか。この罰金は監督がチェックつけてるんですか、チームママがそれを集めてクリスマス会とかするんですよ。だから結局集まった金で還元するの。あ、クラブの何かパーティーとか、うちのクラブはあのスペインのマヨルカといって、そこで全部使うんです。そのじゃあ罰金制度でお金を集めて何かチームのイベントやったりとかパーティーやったりとか、じゃあもし何かじゃやらかしました、遅刻しました、うん、監督は子供に、はい、お金って言うんですか、うん、で、子供はそれお金持ってるやつを入って払うみたいな、うん、でも、もう親は知らない。この子がもしお金を自分で持ってなかったらどうするんですか。いや、なんで持ってないの、なんでお母さんからもらうの、あ、みんなお小遣い制が当たり前、シュート1本入れたらなんぼとか、買ったらなんぼとか、ドイツはなんかそういう感じで、トレーナーはなんで俺にお金渡さないんだ、うん、いいシプレッシャーなんで、これめっちゃ違う、こっちに来ないと分かんないんですよ、分かる、だから常識が、日本であった常識がもういわゆる非常識なんだね。めっちゃ面白い。あ、じゃあもうこの子たちはもうサッカーでお金を稼ぐっていうのをこの年代の時からもうみんな身につけてる。毎日送り迎えして、送り迎えスポンサーやで、スポンサー、まさにスポンサー。お母さんはスポンサー、お父さんもスポンサー。じゃあお父さんはオーナー。あー、なるほど、お父さんはオーナー、お母さんはスポンサー。まあ罰金制度があったり、勝ったらいくらっていうのがあったりっていうので、ある程度プロになった時に行ったら移籍金とかあるじゃないですか、ゴール級とか勝利級とかあるけど、子供の時からそれをみんなやってるから、サッカーはお金をまあ、稼げるものっていうのを今のうちからもなんか知ってるんですか。そうするとプロ意識も芽生えるのかな。そのためにやってるんですかね、プロ意識を芽生えるために。逆の発想だったかも。扱ってくれてるっていうことなんですね。あ、それすごい、めっちゃまとめですね。もう一回言おうかな。あ、もう一回言ってください。もう一回カメラに向かって言ってください。子供も、やっぱりプロとしてプロとしてやってるってこと、大人たちが扱ってもらえてるっていう、ね、それすごい。今のうちから、うん、あのそういうことが、あ、バイタリティの差になるんですね、大きくなって。あ、じゃあ例えば、じゃゴール外したら2ユーロ、鳥かごで股抜かれたら何ユーロとか。一番高いのが審判に文句言ってレッドカードもらったら80ユーロ。おー、いいですね、それ。これ、まあ、ファールで、あれだったらなんかチームのためみたいな感じだけど、めっちゃ文句言って、イエローカード、レッドカード、レッドカードが80で、イエローカードが50ユーロ。やば。楽しみ、うん、なぜかメンソーレって書いてます。メンソーレってどういう意味でしょうか。